いる人たちマシマシ新チームの皆さんでございます。ということで早速下手側の皆さんから、自己紹介をお願いいたします。はい、パラドクスです。今日は面白いことを言ってサムネになるぞサムネ狙いだ。ウィーンガシャン、お世話会です。お願いします。機械だ。はい、ケイ君だよ。はい、ケイ吉って言います。よろしくお願いします。ちょっと待って、大喜利人たちマシマシということで、はい、僕今日ピンクのパーカーなんですけど、はい、あ、これ積んだ、やばい。え、あ、よろしくお願いします。え、なんで積んだ。急に。カンです。すいません、あのたまたま同じブロックにあれたんですけど、ケイ吉さんとブラウンホッパーというアマチュアお笑いのコンビ組んでますか。そうなんですよ。よろしくお願いします。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ラップをやるという声は聞きません。ワッシュイサンバです。よろしくお願いします。この中で唯一カニタダシさんにモノマネされたことがあります。西田敦史です。よろしくお願いします。石と日曜日です。昨日と今日でスノボに行ってきました。スノーボードは楽しいですね。よろしくお願いします。サザエさんの次回言うこと。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。まあでもなんかあるあるじゃない、はい、これは。まあまあそうですね、感じるときある。はいはいはい、はい、じゃあパラドックスさんお願いします。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。ストレスがありやもー。言っちゃったんだ。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。3年限定イズって分かりやすいコンセプト。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。イカれたメンバーを紹介するぜ。イカれてる、イカれてるんだ。なんでね、スタジオとかで嫌なことがある。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。ヘイ、ギターケン、新聞社内定タクヤ。それ稼いや、固い仕事だから。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。さまざまな方向性のメンバーを紹介するぜ。なんか認められてそうな感じしますよね。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。あのボーイの全文字に斜線が引かれてきた。あれ、そういう意味なんだ。決して抜け人みたいな。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。せっかくM ステ出たのに、あの階段をもうバラバラで降りてきた。大体ね、一番固まってくる見せ所ですけど。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。ドラムセットめちゃくちゃ壊されてるし、泣きながらバツ作ってるじゃん。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。ダン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 、俺さえなければ。俺さえなければ。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。バンドでクリームナインに出たんですけど、ボーカルの人がクリームナインで爪痕を残そうとしてた。違う方向性を見出してる。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。ギターソロ中にあの こんぐらい弾けます、どうでしょうかって。次の足がかり。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。それじゃあ聴いてください、ニューシングル、その日限り。終わりそう。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。 M ステでタモリにストレートに縁切ったって聞かれた。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。次の曲新曲なんですけど、これ CD としては出してるんでしたっけ。自分の活動なので。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。せっかくバンドやってるのにテレビ出た時なんか農業ばっかりしてる。特定の人しかいない。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。それじゃあギターソロ手短に。だいたいそれやるとき長めにやっていいんですよ。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。なんか貝の字が異常にうまい。何回も書いたんだ、編集してね。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った。やめたいやめたいやめたい。朝の伝説のバンドの
てこのバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った？へい、ギターのケーン、あの2万返してねって。ベースの拓也、あの5万返してねって。ボーカルだけが金銭トラブル。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った？アンコールで帰ってこなかった。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った？終盤の方の曲ですごいうわーって盛り上がって、ボーカルがいや、やっぱもうちょっとやるって。後ろ髪引かれちゃった。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った？タトゥーと一緒に楽屋にこもった。一緒でいいぞ。一緒であるぞ。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った？行かれた新メンバーを紹介するぜ。日本代表の試合の時に渋谷にしか集まれないブブゼラのタク。絶対次のライブ来ないでしょ。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った？あ、最近ハラボーを呼ばなくなった。なんかあった。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った？夏フェスで俺よコーラ大好きだからよと言って水分補給でコーラをグビッと飲んで曲中に大きくゲップをした。何でも言うんじゃ、デリカシーがただないね。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った？すごい激しいギターソロを弾きながらあれ、いつもだったら背中合わせてくるのにな。寂しいな、それ寂しいな。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った？ギターソロ中に他のメンバーがこうやってて、あの司法書士の勉強をしてた。ステージに持ち込むな。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った？ギターのやつがギター持ってきてなくて、なんでだよって言ったら、いや持ってこいって言ってくれないと。笑い、こうやって言うよな。このバンドもう解散決まってるな、どうしてそう思った？あ、次のツアーのポスター出てんじゃんと思ってみたら R1 と同じようになっていた。はい、ということで1問目のお題は終了でございます。はい、ありがとうございます。